ティズスの一番の長所は視覚を利用したオフ・ザ・ボールですね。あとはもう、タッチ数少ないプレーですかね。ワンタッチ、ツータッチで相手を一気に引き剥がしたりとか、シュート決めるみたいな。だから裏に出てく、こういう視覚を使ったプレーじゃなくて、こういうところから降りてきて、ワンタッチでポストプレーするとか、そういうのもできるし、昔よりも背負えるようになったり、1対1とかも仕掛けられるようになってるから。で、やっぱリバプール相手とかに質でゴール決めれてるのとかすごいと思いますね。相手のレベルが上がってもちゃんとゴール決めれてるとこあるから。ただ、やっぱりゴールに近い位置で常に使われてる選手じゃないから、なんかこう、ね、数字での圧倒的凄さとか分かりにくいけどね。チズさん、アーセナル行ったとしてトップしてるイメージなぜか分からないです。ね、でもやっぱシティからアーセナル、CL なくなっても行くっていうので、ただアルテタ好きなだけでは行かないと思うから、ただアルテタのことを信頼してる選手ってのはすごい多かったみたいだから、ペップのスーパーチームの設計図っていうさ、シティのルポ本読んだ限り。だそういうところで、自分がストライカーとしてはそこまで使われてなくて、なおかつ自分のこと信頼してくれて、サッカー感とかも合うっていうふうになると、やっぱね、アルテタのもと行きたいってなるんだろうなと思いますね。Thank you.